程度の大変。え、マジで。さあここでは。え、なんで。いやなんでおめえがボスと組んでそうやってね、勝ちてえからとか言ってっから、調子こいてから殺しに行く。そう、ま、それはあれ、たまたまさ。さあここで制発動、大撃で突っ込んでいく。バイエー中段見えている。 GX さんこれかなり、ああ中間タックル、エイス画面足、これは見えているぞ。 GX 見えていた、その後の体型の炎がうまかった。タックル、エイスさせて、さあ大栄が強いぞ。中央し選球台は入らない距離、サルトビ後ろ入れっぱれ、大平が逃げていく。中足にドローザー差し返す GX、 これはクイックを取らないでしっかりガルロン立っている。反応が若返っている。大平投げて中足、これは赤風呂ミスか。赤風呂の大平でもミスるときはミスる。中段これ逃げて、亀足コマンド出して中足ドローザー、どうなる、これは厳しい、全部狙っているのか。これはライリッシュ、太平が取り返される。これはきついな、これセーガードできねえんだよ。さあファイナルラウンド、 GX 成長しています。頑張れ太平さん、めちゃくちゃ強くなっている。太平も投げじとブロッキング、スピアエイジス手前にあって逃がさない。スピアエイジス手前にあって、これは GX 見えている。大盤その後のフォローが上手い。大変中盤対空して投げる、リフレクター2、大変の怒涛の攻め。大変さん、これはゾネックスですね。三強のうちの一角が出てきました。俺と MOVT で決まるのどれかが出てくるの変わらないですからね、状況的には。この状況でもうじゃあ終わってるってことですか。もう、はい、ゲームが終了、そういう流れです。マジか、あれなんか音がない、なんか不安定、音が不安定ということ で確かになんかちょっと音変ですね。森川ちょっとお願いします。ジョッキ、まあでもそれも続けていっちゃいます。はい、スピア、これはスピアで止まっている。エイジスないですね。大盤スピア、今のは何かグロップして音がないっぽいですね。これあるんですかね。これ音で確認してる人とか結構やる。中盤ですね。大フラ、これ音が大フラにも復活しませんでした。ね、今ボコーンって言いましたよね。あ、戻りましたね。森川が来た時点で基盤のあの機嫌が治りましたね。多分富永の実況に切れたという説があるんですけど。あ、またなんかこれなくなりましたか。ありますね。壊し。さあさすがに三強のアレックスが。大変厳しいか、ダイヤシェイダウンを奪って EXL ボー、これまた音がなくなる。中盤タックルからスピアじゃない、エイス張っていく。中盤移動して EXL ボーを確定させる。 EX ウラッチョ投げて縦跳び投げ抜け、投げをかくらせる。これがゾネックス。それではちょっとさあ始まりました。So Ryu is Kuni and Alex is Zonex. お前同期戦はどうこうって言ってたんだよね。じゃあ分かりました。リュウの解説、リュウだけ、リュウだけ。はい、リュウバージョン。リュウの動きだけを、はい、このまま。リュウの動きバージョンでしたっけ。あのリュウの技名だけを言う。ギクちゃん言ってもあなた道義じゃん。ギクちゃん言ってません、道義は。あのスパフォあ、いいや、わかりました。じゃあちょ待ってください、早い。いや、いいんですよ、わかんないっすからね。サードは早い、わかんないんだよ。大丈夫、しゃがみ終盤を英語で言ってりゃいいっす。あ、じゃあクラッチングミドルパンチWhat? パドゥン？なんでこんな無理したんすか。タルバインのパドゥン出ましたね。
これは無理ですね。ピクシーダメですそういうの。早くしてください。だって日本語で、わーおーみたいな。そういうのですよ。向こうの。それでは3試合目から元気が本気になります。ファイナルラウンドからしかやる気が出ない元気。ファイナルラウンド。どうすればいいせめてマルコを連れてきてランダム勝利キャンセル天神波動拳パーフェクト OK OK ありがとうございました。でまだグミが勝ち残ってるので元気で正直痛々しいよと。さあ元気さんお願いします。人紹介の方からお願いします。オロプレイヤーイズ、オロ、あ、オロじゃないわ、コロ。そう、みんな分かってくれてるな、ね、さあこれ無理っす。富永もやってるんですよ頑張って。この無茶ぶりに耐えて富永が今一番嬉しそうですからね。飯がうまい。富永が一番嬉しそう。いつも無茶ぶりに耐えてる富永ですから。なんかビューティータイヤルとかグレートバリアリーフの。さあ無理っす。ケンチいけます。技言ってるだけでバレないですか。だってわ技言うって言われてもこれだって巴投げなんでやるんですか。いやわかんない。じゃあバックスローじゃないですか。あ、それでいいんじゃないですか。バックスローから波動、波動拳、波動稲妻、どう波動拳は波動拳、昇竜拳はドラゴン。電人波動拳なんていうのか分かんない。電人波動拳ですね。コロ頑張れ。コロ反撃エアーでございます。元気さんはまだ 2P チームですからね。元気さんじゃあファイナルラウンドだけしっかりお願いします。ファイナルラウンドだけ、ファイナルラウンドだけでいいですから。ファイナルラウンドってさっきできたじゃないですか。ファイナルラウンド、あ、ファイナルラウンドもうスタート始まっちゃいましたよ。これ誰か外人助けて。外人の人にも楽しんでもらえるようにね。むしろ外人の人見てくれてるんだから外人の人。日本語で外人の人に問いかけてどうすんだ。勝っちゃった。クニーワーン。クニ早く負けてくれ。負けろ。バックスロー。アイロンキースはアスですね。バックスロー。何ですかねこれ。波動。波動稲妻波動拳。ファイヤー波動拳。元気ですよ。 EX エルボー。こんな感じでいいんですよ元気。こんな感じ、こんな感じでいいんですよ。それのちゃんとした発音バージョンですから。あー、プロジェミドパンチ。ほら外人いっぱい来た、外人いっぱい来た。なんかカタカナだだけですか。外人がいっぱい来た。ほら元気期待されてる。ファイアンドバックロールエンド波動。おー元気いいよ、いい感じいい感じいい感じ。仕事来る仕事来る。誘うから仕事来た時。 EX エルボーエビパンチロー KO。 ファイヤーワンですね。アルバインにアドバイスされてますからね元気さん。その辺ちょっと自重してください。バックスロー
鎖骨鎖骨立つあ、カツマキ立つ立つ立つ鎖骨鎖骨あるよ鎖骨スタンディングヘビーキックダンピングヘビーキックソーリューキャンドルデンジン鎖骨鎖骨鎖骨ボイボイ実況に変わりますおいさあこれ出てきたら傭兵おいクニの3人抜きを染めれるか大ゲイマシンガンカニが入ってガメアジバラを投げて中盤竜巻これはうまく切り返していくダストリー戦には帝王があるクニ全部ブロってショートスイングチュアーキングイーツマシンガーやべ傭兵さん今日運がいいわさあ富永に運の話はされたくないやべこれ持ってる今日さあ大野手振りまいて逃げちゃう豚系竜巻中盤中足竜巻をあのお天神ミスターがこの辺ほど効いている大パン竜巻いいよいいよぽい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 さあここで富永見守る中国4連勝あるのか大系打っていく中足竜巻サイクここで傭兵の話を警戒する国投げ役に投げ返すショートスイングこれはブロっていないクニが大足振ってあのーダメ枠に中圧竜巻さあどうなるクニがなぜか高校バラしている下振ろークニは全部見えていた最強だった龍が最強だったクニ4連勝マキあなた地上って言いましたねバノーさんのことはいその通りさあ始めていきたいと思います師弟対決バラを見て育った国さあ師匠は何を教えていたのか中央竜巻ハロー天地ダメが早すぎるはいこれが国これいいゲームですねこれねなるえいやいやさあ中足中足振ってさあなぜか即答あれを狙っていたのかバナオここでダッシュ昇竜レベル5どうする中足竜巻につながる大盤置いてあるこの辺はさすが師匠の動きと思い投げて赤目の大盤これどうなるクニがどんどん置き詰めに行く少し大足振りまいて昇竜電陣これはひょろひょろってつなげに行ったはずだが大足に大足を差し返す大足差し返して勝負に行くクニバラオの技を完全パクリそれではミモラこれ最強キャラじゃないですか巻き戻してますかはいあなたは6段だよ僕の適正段よ6段です6段さあここでここでミモラがミモちゃんの登場ですねマジかもう国5連勝してます元気に実況をやらせるために国頑張りました大盤昇竜全部ブロっている中盤共に投げてさあこっちこの辺はしっかりグラップ中盤ディープさあ大盤速度この辺は上手すぎるぞ国レベル5早すぎる国あの球今ちょっと遅れてましたよ遅れてレベル4でしたね今あんな遅れた球が飛んできたら無理ですわさあ中盤竜巻チェストまで離してしまう珍しい下目だハドーブロエナイ組どうなる下目まさかのミモで敗退マジか組6連勝もう本当危ないですわボクちゃんしかもまあいいですね。とりあえずやっていきましょう。全貌転身。中盤、タイク、大足。国が、やはりこの男を覚醒すると、誰も止められないのか、国。中足、しっかりガードしているぞ、国。リークソード。トクラム、ガンデメ。ジャッコ。
相打ちで、これは持ち上がっている前方天使ガルダプリ避けて歩き前方、これが名将様の力なのか。名将様強えな。クニはまだ確変止まんないはず。前方天使中足、この辺はクニしっかりガードしている。中足走路投げて5番勝利受け、これはうまい。あのこの絵は僕ら鉄板で当たる。あらよかれねえ。投げる国が強いぞ。さあ波動拳ダッシュソフト、これミスか。次は小野さん赤目だー。やる。さあどうなる、ファイナルラウンド。いくソロで突っ込む。さあまさかメスターまで出せるのか。国が7連勝あるのか。このメンツ相手に怖いエクソード。さあ画面足厳しい。しかしけなしっかりガードしている。クニどっかに狙いたい。ソロダン下目を取った。アドベンチ切り返す。待ってましたか。でもクニ6連勝頑張りました。 DM がどこまで辛さを覆せるか。この男人間性能を投げる全キャラに勝ってきます。 TM 中足、明日は単独ライブも控えてる TM。 今日は勝ちたい。ユイアン戦は得意だぞ。前方天心白鵬この辺を見てからしっかりガードしている。さあ TM の技の置きがうまい。うわ技を縦跳びで置きまくっている。置いて置いて遠くは追い払う。左手で隠らして下振る。さあ EX ソロこれは届かない。いやジャンプチェーキック、これが TMC インフルエンザーからの復帰です。そうかインフルだったんだ。投げて、さあ強すぎるこの球。こんな球は見たことがない。5番から B へ。おおプロか縦跳び。マジかよ、強すぎるぞこの男。 DM ほらグワッと跳びしているとこだ。さあメッソーにまでいけるか。 DM 投げて、 DM が強い。トクラを止めれるか。逃げる DM。 さあトクラはしっかりバルブロを入れている。中盤ビャッコこれはしっかりガード。さあトクラのガンゼムの中にリーダーすげー。 DM 心強すぎる。マント取りました。マントできました。はい、大盛りがビッコロのマントを脱ぐ。メッサー大将と対する DM、現役時代の2頭を相手にしていたこの男 DM。 さあただメッサージャックキャラ対策が完璧。このメッサーの優をどう崩すか。さあここまで止めていくが、メッサー天使を透かして移動投げ。捕獲は飛んでいるメッサー5番遠距離になってしまって移動投げ。さあ TM が距離を取る。中足いいでしょう。この辺は引く幕人がさすがといったところ、捕獲が入って、ホークしている。マジか、これが TM リーチホークしている。行って帰ってきましたよ。運動会じゃあメッサーやめてしまうのか。TM 国祭りになるのか。マジかこれ。 TM さんインフルエンサーから復活して、もう完全復活した。明日のライブソロライブにも気合十分。さあメッサー取り返したい。この原神を当てることができるか。全部が突然を投げ突進で避けている。原神がもう止まらない。どうするメッサー大撃手大撃手。スビチーム最強最強の男DM。 トミちゃん出番なかったね。出番なかった。やっぱ強すぎた。楽しかったね。楽しかった。クニと TM シーンのおかげだね。楽しい。出ないと楽しいね。楽しいね。騒いでるだけ楽しいね。さあそれではジュースの方お願いします。 TM さん半端ねえな。また外して勝つ。ではそれでは